もこんな会場でライブしてみたいです。私も。ここにいる皆さん、アクアのライブを見に来たのですね。すごい人数です。ここに全国から人が集まってきているのね。会場まではまだ時間があるのに、もうこんなにいる。みんな楽しみなんだね。うん、私たちと同じだね。そうね。ねえねえ、この子東北から来たんだって。こっちの子は広島から。愛ちゃんってばもうお友達になったの？うん、ここにいるみんなすでに友達じゃない？だってみんなアクアのファンだもん。あ、それとね、向こうにアクアの今までの衣装が飾ってあるとこがあるって教えてもらった。行こうよ。え、行きたい。私も行きたいです。写真撮影は可能なんでしょうか？それってもしかしてあの行列の先じゃない？うわー、すごい。さすがアクアの人気。今から行って並ばなきゃ。ずっと見ていたいって思える PV だったよね。これまでのアクアの全部が詰め込まれてて。ええ、アクアの思いがこんなにもたくさんの人たちに届いたのね。ランジュだって今すぐ世界中に届く歌を歌えるわよ。どうかな。何よ、ランジュにはできないっていうの？今日この場所に限ってはそうだね。だってここはアクアのホームだから。スクールアイドルっていうのはその名の通り学校がホームだから、熱心に応援してくれるのは同じ学校の生徒が中心になる。アクアは沼津そのものがホームじゃないか。ベースボールもそうだけど、ホームでのプレイは奇跡みたいなパワーを生み出すのさ。声援はパフォーマンスに直結するからね。なら、ランジュは世界をホームにしてみせるわ。おお、世界がホームってかっこいいにゃランジュさんのパワフルさがあれば叶えられそうですね。シェシェ、しずくもリンも世界をホームにするのよ。頑張るにゃ。え、はい。富山にもニコたちのファンがいるなんて、さすがニコ。じゃなくて、生配信見てくれてありがとうニコ。今日はお互いアクアのライブを楽しむニコ。これであの子たちますますニコのファンになったわね。ニコちゃんのそういうところ尊敬するわ。ちょっと、尊敬しているように見えないんだけど。はいはい。はいはいじゃないでしょ。二人とも喧嘩は。ディナッチ、これは喧嘩じゃないから大丈夫だよ。仲良しすぎてこうなっちゃうんだ。よかった、りなちゃんボード。やはりミューズは有名人ですね。二次学だって同じじゃないかな。だってえ、はい、三船しおり子と申します。ありがとうございます。精進いたします。ね、
言った通りでしょ。びっくりしました。全校生徒の前で話す時だってこんなにドキドキしたことはありません。じゃあ落ち着くまで手つなご。ありがとうございます、リナさん。おーい、みんな集まって、会場内に入る。